はい、どうもお疲れ様です。即課塾のこブです。まあ、ついに、えー、創価学会が公明党というね、えー、政治団体を、回答する、まあ、分解させるということで、声明出されてますね。えー、これはね、えー、創価学会っていうのの、一組織として政治部っていうのがあって、その政治部が公明党っていうのをやってるわけですけども、あまりにもね、自民党への懐き方が、 ひどいということでね。まあ、あの、平和のトータル、総科学会っていうのが、公明党を完全に否定するということで、えー、今回、淡田進さんという方がね、声明を出されてまして、えー、この方は池田大作さんの直系の弟子でありまして、えーまあ、その他ね、私も今知ったところなんで、詳しいことはわからないんですけども、まあ、とにかくね、公明党っていうのは、もう、 正義でも何でもないと。そして、人々の差別を招き、弱者を切り捨て、まさにね、公明党イコール自民党になってしまったということで、非常に投げかわしいところはね、私もずっとね、感じていたり、こうやって放送を通じて追求していたわけですけども、あの、創価学会の幹部の方がね、こう言って正式に、えー、公明党を潰すと。 いうふうに公言されたのは、まあそうだろうねというふうなことしか言えないかなと思います。少数部族の弾圧ですとかね、それから緊急事態条項ですとか、武器輸出三原則など、もう目に余ると。うん、公明党の山口夏男三段というのはね、もう完全にその公明党私物化して私利私欲だけのために多くの一般市民、無垢なる市民を ないがしろにしてきたととうことで、まあ、山口夏男っていうのはね悪党中の悪党ということなのだろうなと思いますで公明党っていうのももう自分たちの組織内部に物言えないもう日和み主義のまあ卑怯な軍団ということでね創価学会の方がもうこのように決断されたということで、まあ、当たり前といえば当たり前ですよね、うん、いやむしろね創価学会のねこの動きは遅すぎるという。 何をやっていたんだ今までと、うん。今まで犠牲になった人はどうでもいいのかっていうことに思いますね。だから、総科学会のことはね、一定評価できるんですけども、ただでももう取り返しがつかないんじゃないですか。今更、そんなこと言ってもね。<laughs> まあ、やらないよりは全然マシなんですけども、まあ、どうしようもない人もいたもんだな、というところと、うん、まあ、これからね、今まで本当に、虐げられた人の分も、 何とか報いてほしいなと思うばかりでございます。で、一刻も早く公明党はもう廃止していただいてね。で、公明党の党員の方はね、ちょっとこう、悔い改めてもらいたいかなというところがありますね、うん。何なんでしょうねこん。こういうふうにしないと、公明党を名乗ってきた人は方向転換できないもんでしょうかね。それとも、公明党は総合学会を離れて、 これから勝手にやるのかもしれないですね、もしかしたらね。まあ、深刻な対立が始まったんではなかろうかと思いますけども、総合学会の方、そして、心ある公明党の方ね、放棄していただきたいかなというふうに思いますね。それでは、まあ、グッドニュースの嫌な気がしますけども、どうでしょうか。もう、今更、こんなことしても、自民党はもう手がつけられない、日本はもう引き戻せない、失われた30年の、 どうやって食材をするつもりなんでしょうか創価学会の皆さん、ね、特に公明党の一味の方どうでしょうか失われた30年もう取り返しがつかないんですよ、うん、生まれてこなかった日本国民にどのように詫びるんでしょうかじゃお疲れ様です